コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア開封ということで紹介していきたいと思うんですが、今日はですね、ちょっとね、お食事ということで、夜食にね、くら寿司に行ってきました。はい。まあ、知っている方はわかると思いますけど、今ね、ガチャガチャって、なんて、クラポン、ビッグラポンだっけ、あれをやってるんですね。はい。そのビッグラポンで、あれ、5皿食うと、1回抽選が行われるシステムなんですよね。で、それで、まあ、20皿ぐらい、まあ、相方とね、食って、まあ、4回ほど抽選があったんですけれども、1回だけ当たりました。で、ガチャガチャって出てきたのがね、ポンとね、異心中の、カプセルが出てきました。今ね、ドラゴンボールとコラボやってるんでね、はい、その関係で、ビッグラポンの、景品がね、このドラゴンボールの景品になってます。なので、何が出てくるかっていうのがね、最初わからなかったんですが、まあその場でね、ちょっと開けちゃったんですけど、一応ね、まあもう開けてあるんで、ちょっとラインナップっていうのかな、ね、そういうのを見ていきたいと思います。はい。一応ね、こういう感じで、はい、ドラゴンボールスーパーブロリーラバーマスコットくら寿司コラボ、はい、こちらがねやってたんですよ。で、ね、その500個に1個しか当たらないっていうね、レアなやつもあります。はい。まあ、自分これ全然知らなかったんでね、出てきた時は何がなんだか、分からなかったんですけどね、何が出てくるのか。で、普通に開けちゃったんですけどね、まあ、このラインナップを見る限りもうこの3点狙いだよね、で、これが出たらラッキーぐらいって思ってたんですが、実際ね、まあ、出てきたのがこちらです。じゃじゃん。ブルマでした。いやー、ここでブルマ、ちょっと待ってよ、もう戦闘関係ねえキャラだしっていうね。まあこんなもんですよね。まあでもなんだろう、このブルマって結構おしゃれな色合いですよね。結構よくできてるんですよ、このラバスト、ラバストっていうかラバマスコット。配色とかもすごいいいしね、出来がいい。で、裏にはね、くら寿司でドラゴンボール。ちっちゃいんだけど、すっごいよくできてる。ボールチェーンもついてるし。いや、これはすごいよね。はい。で、帰りにね、レジの前を通ったら、ちょっとね、面白いものが置いてあったんですけれども、それがこちらです。買ってきたんだけどね。じゃじゃじゃんと。挑戦しマスコット03、UDM だよね、多分ね、これね。自分知らなかったんだけど、この箱っていうのは、これは何なの、くら寿司限定なの、よくわかんないんだけど、なんか初めて見たんだよね。で、くら寿司に置いてあって思わず買っちゃったんだけど、ラインナップを見ると、こういう感じ、完全に UDM ぐらいだよね。で、レアシークレット。まあ、おそらくね、合体戦士だと思いますけれども。まあ、狙いはブロリー2つってシークレットだよね。で、これをね、普通に、4つ買ってきました。はい。でね、1個はね、ちょっと間違いっていうかね、ちょっとその場でちょっと相方が見たいっつうんでね、一個開けちゃったんですよ。はい。なので、ちょっと一個だけ紹介しちゃいます。もう最初にね。で、何が出たかっていうと、じゃじゃじゃん、ブロリー。いきなり来たんですよ、ブロリーが。いや、これは嬉しかったね。いきなり来た、ブロリーと思って。
で、あとはもうこれブロリー出たから、あとは、このね、普通の戦闘服着たブロリーと、あとシークレットが欲しいですね。うん、なのでそれが、ちょっと出るかどうかを、この3つでね今見ていきたいと思います、皆さんと一緒にね。はい、ではね、ここテープがあるんでそれをちょっとカットしますね。はい、はい、ではね、まあ普通に簡単にカットはできてたんでね、一つずつ見ていきます。はい、ではね1個目、結構ねこれねこう感覚でわかるんですよ、重さとかなんかこのなんか揺れ方。うん、まあもちろんその場でそういうサーチ行為はしてないんですけど、帰ってきてからちょっと箱振ったらちょっと違いがあるんですよね。多分それでブロリーとかわかると思うな。うん、この中で一番ちょっと軽いやつをちょっと開けてみますね。うん、まあ、一番軽いのは多分フリーザだと思う。さあどうでしょう、いきます、せーの。ほらやっぱりフリーザ、やっぱ軽いもん、軽かったもん、なんかいやフリーザでしたね。まあ一応ちょっと後で全部開けますけれども、はい、やっぱそうなんだな、一番軽い、軽そうだもんフリーザ。次はねどうしようかな、どっちがどっちもどっちだな、これどっちもこっち行こう。うん、こっち、うん、こっち、あんま重い、どっちもちょっとさっきこっち、フリーザよりは重い、言うてもね揺れ方がこっちの方があんまり揺れないからブロリーの可能性がある。こっち行こう、これはねもうほんとここをピッて切っちゃえばねもうこれ簡単に開けちゃうんでしょ、開けちゃうんでしょよって、じゃあ、いきます、3個目、くぜ、せーの。あ、ちょっと待ってくれ、ダブったぞいやブロリーはブロリーでも違う、こっち、うおいきなりこれダブったな、いきなりブロリー、ブロリーダブる分にはいいか、おーマジか、うん、まあラッキーっちゃラッキーなのかな。いやそうなるともうラス1、これちょっと待って、こっちより揺れないってことはこれもブロリーの可能性高いですよ、っていうことはこれ来たか。うん、ちょっと開けちゃいます、よし行くぜ、おそらくブロリー、いきます、ゴジータでもいい、来い、せーの。うわっ、やっぱりだ来た来たぜ、ブロリーの戦闘服着用、よし来ましたね、やったぜ、シークレット出なかったけど、いやーまあ、オッケーでしょう。じゃあちょっとね、これ、もう開封、お袋開けてね、ちょっと見ていきますか。はい。はい、開封し終わりました。ではね、フリーザから見ていきましょう。はい、ジョン、ジョン。はい。なんかね、思ったより小さい。うん。まあ、UDM ってこんなもんかなってね。ちょっとね、出来が、やっぱね違うんだよね、うん、なんかこっちはなんだけどちょっとチャッチーかなっていう感じがありますね。なんか手のひらとかなんか異様になんか造形が変だし、うん、であとねここのチェーンをつけるところこんな出っ張ってるんだよね、ってことは、あー、いや俺すっげー勘違いしてたけど、これって UDM じゃないんだね。
まあ、改めてね、ここに挑戦しマスコットってさ、最初にも言ったんだけど、てっきり俺 UDM のことかなと思ったんだけど、違ったね。ああ、全然違うわ。で、もう一つ。はい、ブロリー。フルパワー。これも、よく見ると、って感じかな。あとね、ちょっとね、塗装がね、粗い。鼻に点があるしね、ここが鼻に。黒い点が。あとなんか、ところどころなんかね、黒い飛び散りがあるんですよね。ちょっとね、雑が目立つね。で、戦闘服バージョン。いや、これもね、ほんとね、悪くはないんだけれど、見て、ここ。わかるかな？ちょっとあれ、ピントがね、ここ、黒ずんでんの。何この黒ずみ。しかもね、なんか至るところなんか黒いのが飛び散っててね。いや、これはちょっとね、クレームもんだよな、これは。この黒ずみはダメだわ。いや、これはきついな。目立つんだよな。で、改めてね、実際の UDM と比べてみたいと思います。 UDM がこちら。全然違う。コミント、こっちの UDM のブロリー半端なくできるよね。すっげー全然違う。こっちがめっちゃチャッチく見える。何この違いは。すっげーかっこいいな、コミント UDM。 うわ、こんなにも違うんだ。いや、すっげー違い。こっち250円でこっち300円だっけ。にしたってこの差は大きいな。ここのね、あれの服のあれの白い部分もないしね、こっちはね。いや、これはすっごい差だな。改めて見ると UDM すごい敵いいよな。うわ、こうも違うと思わなかった。やっぱ物が違うんだね、これね。はい。ということでね。はい。まあ、以上になります。はい。まあ、意外にも、このシリーズ、全然、関係なかったんだな、UDM と。あれ、ちょっと待って。フリーザさ。フリーザ。あれ、上にこうちょこんってあるよね。俺の上になくて、横にあるんだけど。これってある意味レアなんじゃないの、これ。え？これシークレット？これシークレットちゃうよね。何これ。全然違う。こう上にあるもんね。これ横つく真後ろにあるんだよな。シークレットじゃないよな。すごい付け方だなとは思ってたけど。なるほどね。はあ。っていうね、なんか、ちょっと予想外の終わり方になっちゃうけど。はい。
以上で、ちょっとね、今日買ったものの紹介を終わりたいと思います。ぜひね、見ていただけましたら、いいねボタン。あとね、チャンネル登録してない人はチャンネル登録、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。